吉田晋三は、日本の映画監督、脚本家である。第二次世界大戦前の京都のインディペンデント、映画会社、牧野プロダクションの脚本及び上監督からキャリアを、はじめ、同社の解散まで同社に残り、嵐勘十郎プロダクション、新興記念まで監督を務めるも、戦後は、昔の仲間の作品の上監督を務めた。寛プロで一時、吉田康二、戦後には、 豊田久さと名乗った。1903年12月4日、京都市上京区西人の昇華に生まれる。牧野プロダクション五室撮影所の脚本部に入社、1927年頃には、同僚のシャドウサタ夫こと、山中貞夫と共に過ごし、二人共同で現代劇の脚本、街角更新曲を書き、当時すでに俳優、助監督から映画監督としてデビューしていた。 牧野正弘に読ませたところ、高い評価を得たものの、当時の同社では映画化はできないと脚本は返却された。1928年4月のスター俳優、相対者事件の折にも同社に残り、1929年の浪人街第2話、楽屋風呂第一編では5し下の牧野正弘の助監督を務め、同年、瞳吉之助監督にオリジナル脚本が採用され、 県史、ヤゲンタで、脚本家としてデビューした。1931年5月の同社の解散まで、残り、同年、同社の古参監督の金森番章が設立した、共立映画プロダクションの設立に参加、第一作の脚本を書いた。共立映画も早々に行き詰まって解散し、翌1932年、金森が、市川歌いもんプロダクションで監督した。 陣内に若役人の脚本を書いている。同年、嵐勘十郎プロダクションに入社、牧野同僧の並木京太郎監督の御家人桜の脚本を書き、その後も並木や山本松尾らの脚本を書いているうちに、1934年、倉間天狗地獄の門で監督としてデビューした。その後も、監督、脚本作は少ないが、1936年に、 吉田康二と改名してからは、監督作が増えた。1938年、新興キネマ、京都撮影所に入社。この頃はすでにすべて陶器キの時代に入った。名は、元の本名に戻した。年間4から5本は監督することができたが、1941年1月、新興キネマの大英への合併の際に同社を退社した。戦争が終わって6年が経ち、 高村正嗣の宝プロダクションに47歳にして脚本家賢女監督として入社した。ただし名義は豊田久志を用いた。元牧野の,の中川忍や名優だった山中貞尾の弟子、萩原良の辞邸、萩原明、あるいは大曽根達夫を脚本と演出の現場で支えた。同社は相番に崩壊する。1955年には、 同社と提携していた新東方で、山中の老い、加藤康氏が、萩原良と共同監督した作品を、チーフ助監督として支えたほか、並木京太郎に声をかけられ、助監督として、手伝ったりした。すでに吉田は50代であった。その後、牧野晋三、宮城千佳子の、宮城千佳子プロダクションに入社して、舞台の仕事をし、晩年は、 大阪府平方市で、菊人形の舞踊振付を仕事としていた。1972年12月1日、京都市内の自宅で心不全のため死去した。誕生日直前の68歳没。以下すべてトーキー。ありがとうございます。